ラージュプート級駆逐艦はインド海軍の駆逐艦の艦級、ラージュプートの名称はサンスクリット語の王子を意味するラジャプートらに由来する。ソビエト連邦海軍が運用していた61型大型対戦艦を元にインド海軍の要請に応じた改正を加えた派生型であり、ソビエト連邦の設計番号としては 61ME 型。 また NATO コードネームではシン通級と呼ばれた。対戦艦の 61ME 型は61型の輸出向けプランとして立案された。その10武装から 61ME 型はソ連で建造された最初の10武装艦に数えられる。1950年代後半以来、ソ連海軍では任務ごとに専門の艦艇を整備してきたが、1970年代末になると、 61型をもとに艦隊艦ミサイルを搭載した 61M 型及び 61MP 型が事実上の多様途艦として認められるようになっていた。61型は成功した計画の一つで戦術的にも技術的にも重要な計画となった。この艦に関心を寄せたのがインドであった。1974年、インドはセバストポリへ視察団を送り、 国会艦隊の 61M 型を見分した。そして、61M 型こそが、自国海軍にとって必要格隠べからざる、原型艦であるという結論を出した。インド海軍の要求に対し 61M 型に、不足していたのは、艦載ヘリコプター用の格納庫と、強力な火砲であった。審議の結果、完備部分に搭載する76.2、 ミリメートル自動砲 AK-726 と、戦闘等、風装置、トレーリカク1機を廃止し、代わって同所に、ヘリコプター格納庫と発着乾板を設けることとなった。また、監視部分に搭載する AK-726 は100ミリメートル両用砲の AK-100 に、換装することが予定された。この新しい派生型は、輸出型を意味する。 E を加えて 61ME 型と呼ばれることになった。原型となった 61M 型との相違点は、搭載する艦隊艦ミサイルがソ連国内向けの P-15M、テルミートから輸出型の P-20、テルミートに変更された点が挙げられた。一方、予定された 100mm 砲の搭載は、AK-100 の製造工場が造船所から遠かったことが原因で見送られた。 このほか、多用途艦として、重要な装備である、艦対空ミサイルは、改良型の M-1、ボルナー P が搭載された。このシステムは、疑問対抗力を向上した、v、V-601 を運用できた。このほか、対戦装備として、v、V-6000、スメール地に、533mm 魚雷発射艦、近接防空火器として、 ラージュプートからランジートまでは、MR-104、類似射撃艦制レーダーによって、投与される AK、AK-230 対空機関砲が、ランビールとランビチャイには、MR-123、ビーンペル射撃艦制レーダーによって、投与される AK、AK-630 対空、多重新機関砲が搭載された。艦の建造は、すべてウクライナソビエト社会主義共和国。 ニコラーエ f の61人のコミューム参加者、記念像船工場で実施された。まずはじめに3隻が寄港され、続いて2隻が建造された。海上公務のために一時的にソ連海軍へ編入され、後ソ連海軍を除籍の上、発注元のインド海軍へ引き渡された。一番艦が引き渡されたのは、1980年5月4日で、 最終艦の引き渡しが完了したのは1988年のことであった。インドへ引き渡されたラージプート級は駆逐艦として海軍で運用されている。ラージプート級はその長年にわたる運用の中でインド海軍の事情に合わせて幾度かの回収を受けた。まず1993年から1994年にかけて イタリアセレニア社製の新しい戦術情報処理装置 IP-10 を装備した。回収作業は当初はウクライナの支援の下での実施が検討されていたが最終的にインドはロシアとの協力体制に切り替えられた。一番カンラージプートはインドとロシアが共同で開発を進めている新型巡航ミサイルの発射実験の試験艦に選ばれている。 2003年2月12日と11月23日、2004年11月3日、2005年4月15日の4度に、渡って実施された発射実験では、ラージュプート艦上より、標的艦めがけて、PJ-10、ブラモス艦隊艦ミサイルが発射された。標的艦は破壊され、実験は成功理に終了したと報告された。この試験のため、ラージュプートは、 P-24 の円筒形の単装発射機4、機のうち1機を下ろし、代わりに箱型の連装発射機1機を搭載した。その後、2007年3月にはさらに改修が、施されたラージプート艦上よりプリット B、3ミサイルの発射実験が成功裏に実施されている。また、4番艦ランビールは、後部 M-1、 ボルナー P 艦対空ミサイル発射機を撤去し PJ-10、ブラモス用の VLS を搭載した。対空装備の改修としては、2番艦ラーナと3番艦、ランジートは、近接防空火器を AK-230 対空機関砲から AK-630 対空多重新機関砲へ換装し、4番艦、ランビールと5番艦ランビジャイは AK-630、 対空多重新機関砲を2機撤去し、イスラエル製、バラク艦対空ミサイルの VLS を搭載した。これら回収に合わせレーダーも一部国産内し、イスラエル製へ換装されている。この他、小さな変更としては、搭載機が当初のか -25PL からか -27PL の輸出型であるか -28 に変更されている。 2003年6月23日には3番艦、ランジートは、スカーニャ旧商会館のスバルナと共に、モザンビークを訪れ、外交上の任務に従事した。その後、モザンビーク海軍の訓練に協力した。このほか、ラージプート級は、国内外で、インド海軍が行う演習やパレード、外国への親善訪問へ、積極的に送り出されており、ランビジャイは、日本にも来航している。 ありがとうございます。